本日舞台挨拶に駆けつけてくださいました皆さんです皆さんどうぞよろしくお願いいたしますさあ一言ご紹介した時のざわつきから会場内完全に変わりましたけれどもまずはですねこちらにはい仮面ライダーゴースト天空寺健役西目旬さんお願いしますはい、えー、仮面ライダーゴースト 天くん武楽の聞いたけてかけるっていうのこれお決まりだからすいませんそうですね <laughs> はい、えー、仮面ライダーゴースト天くん武楽の西メシュンですよろしくお願いします本日はお忙しい中お越しいただき、えー、本当にありがとうございます、えー、僕は今日はナポレオンにちょっと変装してみたんですけどコスプレかコスプレしてみたんですけど <laughs> あありがとうございます <laughs> はいその理由はというとナポレオンの名言に 世の辞書に不可能なこ文字はないという言葉があるんですけど、はい、はい、そのこはい言葉があるんですけど、僕も役者として本当にまだまだこれからなので、あの不可能なんてないと言えるような人間になりたいなと思っているので、えー、ナポレオンに変身しました。<laughs> 変身しました。ごめんなさい。<laughs> ありがとうございます。皆様いかがですか。 素敵ですよねありがとうございますそれでは今日はこの姿ご堪能いただきながらこの後もよろしくお願いいたしますさあでは続いてどんどんご挨拶をいただきましょう続いてが月村あかり役大沢ひかるさんですお願いいたしますと月村あかり役の大沢ひかるです、えー、今日はジャンヌダルクに変装してみました <laughs> 皆さんご存知ですかねジャンヌダルク <laughs> えっとあ結構。 えっとまあ今回ジャンヌ・ダルクということであかりは劇中たけるとオナリを引っ張っていく、えー、男勝りなところがあるので、えー、男性の中で力強く <laughs> いい、えー、と引っ張っていく、えー、女性騎士ジャンヌ・ダルクとこう重なる部分があるかなと思って今回はジャンヌ・ダルクになりました。今日はよろししくお願いします ありがとうございますよろしくお願いいたします続きまして仮面ライダースペクター深見誠役山本涼介さんお願いしますあ,ありがとうございますはい、えー、深見誠役の山本涼介です、えー、僕は風魔小太郎という忍者の格好をさせてもらいましたあパラパラとありがとうございます <laughs> えっと深見誠と風魔小太郎は共通点が二つあって一、まあ、つは 身長が高いというととうころです、まあ、僕も見てもらったら分かるんですけど高くて高いんですけど風磨虎太郎も 2m ぐらいあったっていう資料が残っていましてで2つ目が、まあ、謎に包まれた存在っていうところですね風磨虎太郎もまあその強くて背が高いっていう資料は残ってたんですけどそれ以外にあまり残っていなかったんですよで深見誠もまだ謎が多く残っているのでその2つにかけて。 今回は風間虎太郎の、学校をさせてもらいました、えー。今日は短い間ですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。これからそんな謎も楽しみですね。ありがとうございます。さあ、続きまして、おなり役、柳孝之さん、お願いいたします。武尊 <laughs> <laughs> 殿。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> びっくりです。びっくりですぞ。こっちとら。 ありがとうございます。おなり役の柳隆之です <laughs>、えっと。ありがとうございます。えー、僕は今日は、えー、千の利休の、えー、コスプレをちょっといつもと違うあの雰囲気でやらせていただいている舞台仕様ということで、ありがとうございます。一生<一緒> <laughs> 羨ましいよう。<laughs> 誰ぐらい羨ましいよ本当にう <laughs> そうあの千の千の利休はですねあの信長とか、えー、そういった長い武将のサポートをしていた僧侶だったんですね。 で今回尾成も力強いサポートを今回武殿にしていますのでそこが被ってるところなのでまぜ、あ、ひそこにあやかりたいなと思って千利、えー、休になりましたので、えー、今日はどうかよろしくお願いいたしますありがとうございますすでにファンの皆様もそして先輩の心もキャッチ出しておりますね今日も期待しておりますよろしくお願いいたしますさあでは続きまして仮面ライダードライブの皆さんにお願いしてまいりましょう仮面ライダードライブとまり慎之助役竹内涼真さんお願いします おめでとうございます。おひさ、お久しぶりです。<laughs> えっと、あ、改めまして、えー、仮面ライダードライブともりしんのすのたけうちりょうもです。<laughs> えっと、なんか、皆さん、なんか共通点があるとかって言われてるんですけど、僕はないです。<laughs> 多分名前ですね、これは。りょうま、たかもとりょうま、たけうちりょはい、え、なになになに。な今、気づいた。えー。<laughs> そっか、なるほど。<laughs> 久しぶりになんかこういう感じでちょっとやりづらいですね。<laughs> あのでもあの西目くんよりはこの偉人の格好を着こなしてるかなってありますね。<laughs> あ,あ、そう、うん、正直ねあんま似合ってないと思う。<laughs> 西目<美>。<laughs> まあまあまあ、まあ、でも <laughs> そうですね。可愛い,いけど。<laughs> はい、なんかおなりさんあたりにちっちゃい小人って言われたんが。<laughs> <laughs> うん、ね、ビジネスでちっちゃいんだもんね。<laughs> あ、まあ、普段大きいんです。もうちょっと。普段大きくて、ビジネスで。ねね、はい。ちょっとちっちゃくしてるだけであって。そうだね。はい、そうですね。はい。<laughs> <laughs> いや、本当に、えー、久々にこういう形で、舞台挨拶で、えー、皆さんに会えて嬉しいです。えー、短い時間ですが。最後まで、えー、楽しんでいってください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、しじまきりこ役、内田理央さん、お願いします。はい。 ありがとうございます。お久しぶりです。しじまきゆこ役の内田理央です。私はですね、いつもはきりこは警察官で、あのドライブのサポートをしているという意味で、今回は看護師のナイチンゲールをやらせていただきました。まあ、メディックがあの看護師だったっていうのもあって、まあ、メディックの衣装をずっと着たかったので、ちょっと似ていて嬉しいです。え？似てない。まあそこは。 まあご愛嬌ということで <laughs> よろしくお願いします <laughs>。十分私たちも嬉しいでございます。ありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。続きまして仮面ライダーチェイサーチェイス役加藤の太光さんお願いいたします。はい。ありがとうございます。改めましてはい改めましてあの仮面ライダードライブではチェイス役を演じさせていただきました加藤の太光と申します。えー、僕は ちょっと双子ロックみたいになってますけどあの新選組って皆さん、ご存知ですかねあ。やっぱ知ってますよね、はい、そこの僕はあの沖田総司という、えー、人物、えー、なぜ彼なのかというと、えー、やっぱチェイスとの共通点という部分でちょっと選ばせていただきました、えー、沖田総司、その人は、えーまあ、病に蝕まれながらも、えー、新選組、そして仲間のために生涯命をかけて戦ったという。 えー、そういった部分がやっぱりチェイスがね桐子とかゴーそして新之の助のために、えー、命を散らすまで戦った部分と通じるかなと思いまして沖田、えー、総司に変身してみました、えー、皆さん今日は短い時間ですがよろしくお願いしますありがとうございますよろししくお願いいたします続きまして仮面ライダーマッハシジマゴー稲葉悠さんお願いします ありがとうございます、えー、仮面ライダー、マッハ、新島公役の稲葉優です、やっぱりね、この衣装に袖を通すとね、1年間戦った思い出がどんどん蘇ってくるということでえ、やっておりますけれども、まあ、僕もね、この2人でね、ハッピーセットみたいな感じでやってますけど、あの土方です、土方歳三をやっております、一応ね、まあ、マネージャーさんが一目見て、土方感はないなと言って、えー、くださったんですけど、まあ、そんなところはね、お姉ちゃんも言ってました、ご愛嬌でよろしくお願いします。<laughs> あのーまあ、ゴートの共通点でいうとその時代にはびこる悪を、えー、撲滅するために命を尽くしたという、えー、そういう人の、えー、共通点から土方をやらせてもらいました、ねえー、今日もうちの姉ちゃんが可愛いということで皆さんよろししくお願いしますありがとうございます。